こんにちは、アリティンチャンネルです。今回ですね、ウィン、まあ、翼コレクションというウィンコレクションの第14弾の、まあ、ドイツ空軍戦闘機のメーサーシュミットの BF109F を紹介したいと思います。はい、このキット見つかりました。おー、面白いです。初めてこの見た、このキットを見ました。で、今回は第14弾みたいですね。で、中身は、ドイツ空軍の戦闘機のマサシューミットの戦闘機ですね。これ、計測機です、ね、もうその。はい、ということで、今回はドイツ、初めてです。ドイツ空軍の戦闘機です。はい、このラインナップはこういう台に、7種類ありますね。で、これはスペシャルですね。はい、で、いろんな、多分あの塗装違いですね。まあ、というものがあります。で、まあ、これスペシャルですね。迷彩の色です。で、これ、まあ、ノーリー接着剤とか、その器具が必要となります。はい。まあ、6種類プラス1スペシャルです。で、これが塗装済みなので、はい、組み立てだけです。まあ、側眼と同じです。あと、ディスプレイ台がついてますね、ここに。と、はい、いうこと、はい、1、あー、はい、開けます。はい、1、2、3、あはー、1番ですね、これ。おー、これ79番です。お、いいですね。これ台が。はい。おー、いいですね。結構立派です。部品が結構少ないですね。まあ、側眼っぽいみたいですね。お、戦闘パイロットもいます。おー、全部塗装好きで。あと、リカールがないですね。はい、ということで、では、今から組み立てます。少々お待ちください。じゃじゃーん、できました。武蔵日光の BF109 の F 戦闘機です。ドイツ空軍の戦闘機ですね。第二次世界大戦のところ。おお、かっこいいですね。はい、組み立ては側眼並みですね。これ取説がこうなってます。はい、シンプルで、はい、あと台車もあります。結構、はい、パイロットも全部入っています。塗装済みなのですごく楽です。組み立て自体はまあ30分で済むんですけども、はい、すぐに、いいですね、その飛行機。あ、はい、メサ、まあ、ニックネームは MME100Q と呼ばれてますね。だから ME109 は、ドイツ軍の主力な戦闘機です。なんと総生産数が 33,984 です。おー、まあ世界の歴史上で最も生産された戦闘機です。おー、まあドイツ以外にスペインとかいろんな国にも使われています。使われているほどちょっと優秀な、戦闘機ですね。で、日本でも、試験機としては3機を導入されて、まあ、輸入して、で、日本の戦闘機の開発に貢献してますね。いろいろな比較したりするんで。で、初飛行は1935年です。で、初運用は37年ですね。しては45年で、まあ、大戦後にはもう全部廃棄されました。はい、じゃあちょっと台車に乗せます。で、じゃあ展示用の台車ですね。簡易じゃなくてちゃんとしっかり名前、メサシューミットの、まあ、BF109 で F の4のトロップ、立派です。いいですね。他のこういうシリーズ以上です。アリシンちゃんでした。今回は翼コレクション第14弾の、メサシュミットの、はい、これですね。BF109F の組み立てをしました。はい、かっこいいです。
さ。はい、チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。